不倫とか見たことあるんですか？男性の方が子供さんも奥さんもいらっしゃって、うん、で女性の方が独身みたいな、まあいう不倫ですよね。まあ今ちょっとこのホテルで泊まってんだけど、うん、ちょっと軽く飲まないみたいな。軽く飲まない？ええな。右も左もわからない若い可愛い女の子にちょっとホテルで飲まないって連絡が来る、はい、そうなんです。おそうなんです。買い込みがまずあるよと、それから活動経費がすごいよと、はい、まあ、お茶したりアポ行ったり人脈作ったり、結局は赤字の上になってあってますよね、間違いなく。アンウェイやって得られるもんって何かあるんですか？金銭的なところで言うとなかなか難しいんじゃないでしょうかね。ずれてる、頑張れ、金用紙の買い込め、はいはい、気合と根性やっていうロジカルな話は全くないんだということで、はいはい、はい、皆さんこんにちは。3日目最終日なんですけど、はい、今日はですね、アムウェイの夜の状況とかね、ピンタイトルによって講師料払って地方まで呼ぶんですよね、はい、そうですね。多分エメラルドで、うんうん、多分1回のギャラが3万とか、あ、系列1系あたりなんか1万とか言いますよね。そうですね。で、まあ、ダイヤだと、まあ、6系なんで6万とかが、うんうん、まあ、そういうギャラって大体の相場があるんですよね。はい、それぐらいもらえると思います。で、プラス交通費、はい、それでも交通費込み、いや交通費はもう別でだから、え、はい、交通費別で6万です。もう結構ですね。もう結構集めないと、じゃあ主催者側もちょっと赤字になる、はい、そうそしたら読んだりしてたんですよね。してました、しました。一泊セミナーとかやってましたからね。一泊セミナーとかもやるんですか？はい、やってました。で、ゲストを読んで、ダイヤモンドとか読んで、来たら、はいはい、女癖の悪い人もやっぱりこういう世界っていらっしゃると思うんですけれども、はい、どうでした？やっぱり結構不倫とか見たことあるんですか？いや、もう不倫はもうアップの、まあ男性の方がもうあの子供さんも奥さんもいらっしゃって、うんうん、で女性の方が独身みたいな、独身みたいな、まあいう不倫ですよね。はいはい、そんなんは普通にあったよと。まあまあ普通にまあありますね。僕そんなんいたんですよ。僕のとこもいたんですけど、はい、そんなんクビにしましたよ、クビに。でもそんなんは許されるという。もう別にあの、まあまあ自由恋愛ですから。自由恋愛やから。で、まあアフターでですね、うん、ゲストの方と、はい、まあお茶をするわけですよね。お茶するんですね。はいはい。そうするとやっぱり張り立ての、まあ、メンバーの方なんていうのは、うんうん、もうあのゲストの方に対してもう本当にもうハートマークなんですよ。あ、キャ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 ってんすよ。はいはいはい、わかります。はい、ね、ありますよね。はいはい、で、まあそういう状態になってて、連絡先とかも、うん、まあそこで交換とかするので、する、はい、ハイピンと、はい、はいはいはい、で、まあ、まあ一旦アフターそこで切り上げたら、うん、女性の方とかに電話をされるんですよ。あ、そのハイピンが、はい、右も左もわからない女の子で、うん、ちょっと可愛かったりしたら、はい、特に、そうですそうです、連絡は行く直接、はい、はい、どんなに連絡、で、まあ今ちょっとこのホテルで泊まってんだけど、うん、ちょっと軽く飲まないみたいな、軽く飲まない、ええな、右も左もわからない若い可愛い女の子にちょっとホテルで飲まないって連絡が来る、はい、そうなんです、おお。そうなんです。トールちゃんやられた時ってアムウェイって、はい、まあすごい2000億とか行った時だと思うんですよ。そうですね。今半分なんですよ皆さん、はい、アムウェイすごい伸びてるって、アムウェイは巨大や帝王や、いやいや半分ですよ売り上げ、うん、買い込みがまずあるよと、はい、お金用意しろっていうのもありまして、はい、買い込みがあるよと、はい、それから活動経費がすごいよと、はい、まあ、お茶したりアポ行ったり人脈作ったり、うん、はい、結局は赤字の上になってあってますよね、間違いなく。そうですね。特にチケット代とかは結構無理して買ってましたね。チケット代って何なんですか？まあ例えばラリーっていう、まあ、大きなメーティングがあるんですけど、ね、では、まあ、例えば僕は RubyDD を、うん、まあ、やりますってコミットをしたとします。コミットをした、はい、ほんだら、まあ、じゃあそこの今月のラリーには30人動員しないといけないよねってなると、あ、なるほど、それぐらい、はい、だからアムウェイの一応中で売り上げとかこう、はい、仮説で立てていくと、はいはい、あなたが Ruby やるということは30人はそこに呼んでないとおかしいやんみたいな話になるわけですか、はい、そうすると、うん、じゃあ30枚ネッチェチケットを、はいはい、こう買わされるわけですよ。1枚2000円とか3000円のやつは。1枚2000円、3000円を30枚、10枚じゃないですか。10枚ぐらい買わされる。買わされます。余計なかった時はもちろん返品とかできるんですよ。いや、返品はもうそれはもう買い取りですから。買い取り買い取り返品できないです。じゃあコミットしたやからいるやんな。はい、そうです。じゃあコミットして、はい、で、応援するよりチケット。とを買わされて、はいはい、さらに10万円、はい、さらに、買い込み、はい、さらに旅行あったり、はい、バーベキューあったり、いろんなイベントもあって、はい、返品不可、不可です。返品できません。できない。はい、まあそう、自腹です。そこはさばけたんですか？いや、もうさばけないんで。ほぼほぼさばけないでしょ。さばけないですね。みんなさばけないから、それが上納期になってるわけでしょ、うん、そうですね。さばけなかったら、はいはい、どうする？いや、もうだからその分はもう赤字として形状になってくるんで、はい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 、まあコミットすればする
するとどん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 その赤字が増えていくんですよ、チケット代がさばけないと。はいはいはい、はい、みんなさばけないのはあなたが頑張ってないからでしょって言われ方をすると、まあそれはそうなんですけどってなっちゃうんですよね。自己責任ってことをやめると、はい、自己責任、自己責任、あなたコミットしたよね、はい、自己責任だよね、はい、じゃあ赤字だし赤字にならないのに頑張りなさいみたいな話になるんだと、はい、女ら安寧やって得られるもんって何かあるんですか、はい、金銭的なところで言うとなかなか難しいんじゃないでしょうかね。じゃあもうやめてよかったですよな、うん、はい、やめて、そうですね、そういう意味ではアムウェイをやって、はい、反面教師として、アムウェイで何かノウハウを得たわけではなく、うん、アムウェイで反面教師だからそれをしっかり反省してやったら出世して独立を模索してた時に、はい、僕まあ YouTube でご連絡いただいたのがきっかけだったと思うんですけど、はいはい、今回ね独立を、うんうん、まあ、去年からしたんですけど、はい、そこの部分はあの柿内さんの工学塾、うん、はい、工学塾ありますね5000円の工学塾が5000円の工学塾が、はい、ありがとうございます、五星の工学塾、はい、お役に立てました、はい、そこの部分は結構参考にさせていただいて、で今回踏み切れたっていうのも実際あるんで、ありがとうございます、はい、30名を超えるマネジメントとか、はい、あの1億の壁とか3億の壁とか5億の壁って言われるのがあるんですよ、はい、だからね、それね、あのうちで学べます。なるほどね。またあの無料でございますんで、うちいつも無料なので、はい、で僕こんなん言ってるけど、なんかめっちゃ買い込みさせられたり同じようなネットワークでずれてるとか、はい、成功者の真似しろとかいろいろね、はい、同じちゃうのと思ってると思うんですけど、はい、いかがですか。いや僕払ったのはもう5000円だけですね5000円の工学塾しか払ってないですねありがとうございます。で、はい、裏にバックエンドで、はい、このやばい買い込みがで、はい、鍋のサティアンがピラミッドができるとか、はい、そういうのあの前はずれてるとかパワハラとかどうでした。いやまあそんなもないですし、うん、言うたらまあ加藤さんからいろいろお食事ね招待いただいたりとか、はい、ですみません、はい、そっちに方でお金いただいてる方のが多いかもしれないですね。いやまあありがとうございます、はい、ご自身で医療系の事業やられてます。そしてあの高知業はですね、まあ、趣味の延長線上で、やられてます。そういったあのアスリートですね、アスリートのそういうメンタルとかもやられてます。そういうのもできますし、まあ、僕のところから学んでいただいて大手の部長職まで勤められた方ですから、スキルやもう実績実力全部兼ね備えてます。でそういったことでコンサル的な特にねネット集客とかもやられてて、今度 YouTube なんかもね、はい、ご自身でやられる、それは僕もちょっとプロデュース絡んだりしますけれども、やっていただきます。だからそういったものが全部もちろん学べます。経費もかけずに、あとはなんか僕アメの時にね、はい、最後にお話したいんですけれども、はい、経費すごかったと、はい、2000万使ったんちゃうかって話をしてたわけなんですが、それに対して税金対策はどうだったんですか。いやもうそういう、まあ、まずレクチャーをする人がまずいないですよね、うん、中ではあのリーダーの中でもですね。だから一切そういうのは知識としてなかったです。じゃあまともにアムウェイで2000万はなくなりました、はい、それにおける商売とアムウェイビジネスオーナーと言ってるのにもかかわらず、はい、そこには税金の対策処理は全くしてなかった。全くしてないですね。じゃあ自分のサラリーマンでの所得、はい、そのまま丸々税金で納めながら、はいはい、なんとこっちでは経費で2000万を丸々使ってるだけだった、はい、そうですね。もう言うてもう今やったら間に合う。そういうのの税金対策ね、はい、僕その普段のランニングコストからゼロにできますもんね。あそうですね。税金対策めっちゃね、はい、お伝えしますし、はい、今事業やるとうまくいってるんでね、はい、うまくいってる。まあその税金対策の話もしてたんですよね、はい、今日、はい、今日ねもう今度ねってこういうトールちゃんもこういった税金対策必要になりますよ、はい、こういう時にこういう方法がありますよみたいなね、はい、お話。あのそれがやってないできてないということはどういうことだと思います。そういうことまあ安全の業界自体自体が、まあその薬機法もそうでしょうけど、あまりこう、まあ理論的なことっていうのは、まあどっちかというともうそっちのけなんですよ。はい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 、はい、で、精神論で結構行く、まあまあ、あの本当に宗教っぽいとこあるんで、宗教っぽい、精神論で行く宗教っぽい、はい、あんまりそのロジカルな話って出てこないんですよね。出てこない、はい、で、税金対策の話もしないと、もしかしたら儲かってる人はいないのかもしれないですね。あのそもそもその必要がないかもしれない。そろそろ必要がね。まあ今ね、誰にも相談できないという人もいると思うんですよ、はい、相談できないっていう時もあったんじゃないですか。やっぱりそうですね。アメ関係の方に相談しても、うん、まあ何か言ってもずれてるって言わなきゃなんでずれてるしか言われへんので、あとはもう頑張れしかないんで。ずれてる頑張れ金用意しろ、はい、買い込めと、はい、頑張って食えと、はい、そうこういう意味で気合と根性やっていうまあまあ、はい、
はい、ロジカルな話は全くないんだということで、はいはい、孤立してるあなた、ぜひですね、これ何ですか、概要欄、チャンネルの配信の概要欄にですね、トールちゃんの連絡先、トールちゃんのチャンネルなどなど、直接連絡いただけます。で、僕どうのこうのとか、僕に言いにくいとかもあるでしょ。トールちゃんに直接連絡して、アムウェイの相談とかですね、まあ独立の相談とか、実際やられてます。ちゃんと事業うまくいってる方なので、聞いていただけたらなと、ぜひね、またトールちゃんの方のチャンネル登録も、まあスタートしたところだと思います。この段階で今準備中ですから、もうね、この動画が出るとき、チャンネルあると思いますね。ぜひチャンネル登録と、LINE 公式アカウントみたいなの持たれてるんですよね。はい、一応持ってますので、ね、はい、コミュニティがありますんで、はい。そこで気軽に連絡したら、はい、電話相談とか全然 OK ですか？あ、全然 OK です。全然、ズームとかでも OK ですか？その時は顔出しとか OK ですか？出します、出します。出して。ということなので、ちゃんと顔出しで、ちゃんと経営者として、こうやってね、トールちゃんもやってくれると思いますので、はい、まあ今、不安な方、ぜひね、直接連絡してみてくださいということで、アムウェイ信者の皆様、ぜひですね、もうね、あなた本当大丈夫ということでね、心配で言ってますので、ぜひ直接相談いただけたらなと思ってます。はい、3日間どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回無料のオンラインサロンがスタートということで、はい、スタートしています、うん、ぜひこの LINE 公式アカウントに登録いただくだけで、はい、全て無料で、なんとですね、番組配信が月2回、音声番組配信は毎週皆さんの質問に受けたまわりますみたいな、はい、答えますよ。ネットワークビジネスの人ってさ、はい、いっぱい悩んでんじゃないの、うん、育成、組織構成、確かに、構築、うん、マネジメント、うん、もうリーダーに対する疑問、不安、全部無料相談やります。しかも匿名で相談も可能、うん、もちろんです。匿名でバレずに相談してください。何でも答えますよっていうのをやりたいし、あとは僕薬剤師なので、うん、健康相談も全て無料で受けたまります。おー、あと副業で騙されてる人多いじゃん、はい、詐欺とかに、はい、だから副業相談も無料。この LINE 公式アカウントに、このコミュニティに入っていただけるだけで、はい、全て今言ったのが無料です。そして高額塾もあります。ありますよ、はい、有料サロンもやってまして、はい、有料サロンはですね、うん、なんと4ヶ月間で、うん、年3回しかありません。4ヶ月間で、うん、実は4時間のレクチャーかける8回分、うん、そして、別途コーチングが2時間、はい、別途 SNS のプロデュース、例えばタレントになりたいのも YouTube や他のインフルエンサーやブロガーやいろんなもの、そしてその他クリエイターになりたいとか、そしてプロデューサーになりたい、コンサルになりたい、ディレクターになりたい、ディレクションやっていきたい、それ全てあなたに合わせたスタイルで深く学んでいただけるように個別コンサルします。なので LINE 公式アカウントを登録いただくと、うん、無料で情報が受け取れたり、はい、限定動画とかもあり、ありそして、そういった高額塾ですね、はい、の案内もあると。あると。高額塾は高いんじゃないですか。高いもの、むちゃくちゃ今言ったトータル全部全部合わせて4ヶ月間トータルで5000円。安いと、はい、安いということで、5000円払っていただいたのは、僕らがですね、はい、集客のシステム、うん、ソフトウェア開発してるんで、はい、そういったシステムを逆に半年分最大無料でプレゼントします。おー、はい、はい、そういったですね、僕のビジネスを通じてなんですけど、そういった有料の研修なんかもやってますので、うん、それも全てこの無料のコミュニティに入っていただいて、初めて案内が来ますので、はい、ぜひ、はい、まずは LINE 公式アカウント、はい、ぜひですね登録してみてください。ありがとうございました。